皆さんこんにちは。発表会の動画の第2弾です。今日はオカリナを始められて約2年半の方のソロ演奏です。オリビアを聴きながら、 S さんは話されました。緊張マックスの時に心びとソロ演奏で当日来てくれていた元島のしんちゃんに袖のボタンを止めてもらって、深呼吸をしたら落ち着くよと言ってもらいましたと、満面の笑みで語られる S さんを見てて、ものすごく幸せな気持ちになりました。毎日生活していて、言葉とは本当に不思議なものですね。言葉には言霊が宿っていると確信します。かけてもらう優しい温かい言葉は命が輝きます。決して大げさではないと感じます。今年もご主人様のことを思い、心を込めて演奏されました。そしてこれからさらにオカリナライフの枠を広げられて行かれることを決められました。私も学んで精進いたします。 S さん、これからもお元気でいてくださいね。ここをね、止めてもらって、その後言いますよ。深呼吸をね、したら落ち着くよって言ってもらいました。この歌ね、失恋の歌なんですけどね、2番の歌詞に誕生日には蚊取り合わせないという歌詞が出てくるんですけど、あの部分がいつも主人と重なるんです。お誕生日とかどこかへ出かけたらね、必ずねお土産を持ってね、家族思いの優しい主人でした。もう19年間寄り添ってくれた愛犬も、今年の夏お盆の終わる日に主人のもとへと旅立ってしまいましてね、なんか会いたくて話がしたくて聞いてもないことが山ほどあって、そういう思いを届けたいと思います。子供さん、うん、そうやって。